はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。僕平昌様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。7月15日新橋、7月29日代々木で会合開きます。来てね。タウンミーティング、まあ、会合ですわね。コントラスト視力検査っていう画像はですね、ネットに転がっておりまして、ご紹介いたします。中にあの数字書いてあるんですけれども、これがですね、あの3桁しか見えない人もいれば5桁見える人もいるというですね、そういう代物。あなたは何桁読み取れたでしょうか。メール党員の皆様には画像と回答付きをお送りいたします。バカパヨホイホイ定期、正社員ポストが100あるとして全員男を採用すれば夫婦が100組誕生する可能性があるが、男女平等採用だと50組止まり、つまり夫婦の数は男性の正社員の数に左右されるっていうような内容のですね、ツイートをするとですね、まあ道理ですよね。女性の正社員の方は正社員じゃない男とは結婚したくないっていうか、なかなか釣り合わないっていうか、そういうもんだと思いますんで、この道理をツイートするとバカパヨが面白いように釣れます。お試しください。私は釣れたバカパヨをですね、片っ端からブロックしまくったんで、最近はあんまり釣れません。寂しい。そうでない方がこの理屈をツイートするとですね、面白いように、バカパヨが釣れます。異次元の少子化対策、増税だって言いつつですね、女性が輝ける社会王であるとか、議員や会社役員3割を女性にとか、正社員の半分を女性にって言ってる自民党は頭おかしいのかな。専業主婦を容認できる男の解消をですね、女性に渡せば夫婦が減るのは道理ですよね。そんなに日本人を減らしたいパヨの思うツボなんですよ、それは。なのでパヨはですね、正社員がポストが100あるとして全員男採用すれば夫婦が100組誕生するが、的をついてて発狂するんだと思いますね。つまり男の解消を女性に渡せと、そうすれば夫婦の数が減るから、日本人が減って、我らは嬉しいわい。まあこういうわけなんだよね。専業主婦も親の仇のように罵倒するしね、主にツイッター上で。それもこれもですね、全部日本人を減らしたいっていう大目的があってのことであります。それになんか乗っかっちゃって、自民党議員なんてバカだから、バカ揃いで、それもわかんねえで、女性が輝ける社会なんつって、なんだっけな、担当大臣なんて置いてますけれども、バカじゃねえよ、いう気がします。川口市クルド人大暴れ続報。20代男性が乗った車を別グループが追い回し、停車したところで殴り合い発生。双方のグリップが、100人程度集合し乱闘。つっと合計200人集まったのか。男性36歳が刃物で大怪我、首や頭など切りつけられ、殺人未遂で捜査開始。他2人が負傷。45歳男が逮捕されたっていう話なんですけれども、この刃物振り回した連中でしょうか。一晩経ってやっと朝日毎日が報道。朝日、埼玉県川口市で4日夜、トルコ国籍の男性同士のトラブルを発端に、約100人の関係者が集まる騒ぎがあった。約100人は双方100人ずつだから合計200人なんですけどね、シャラッと嘘ついて、なるべく事件を矮小化したいっていう意図が見て取れますね。毎日トルコ国籍の男性同士で乱闘騒ぎ、刃物で切りつけられ、3人怪我した。両方ともですね、外国籍同士が、トルコ国籍が、クルド人で一言も書かない姑息さ、一般派です。ようやく報道したと思ったらこれ、クルド人怖いわ。なんでクルド人って言わない。100人って今までの外国人乱闘じゃ最多じゃね。100人ずつってめちゃくちゃやん。こんなのが堂々と住み着いていることが。以上、国籍がトルクであって何人かは書いてない。朝日新聞だしな。そいつら数年前にもトルコ大使館前で乱闘騒ぎを起こして警察官ともトラブってた連中。2015年、トルコ大使館前でやっぱり100人ぐらいのクルド人が暴れて警察ともみくちゃになっておりました。頭や
首を刃物のようなもので切りつけられ、そういうのは自分の国でやってよ。日頃盛んにクルド人がかわいそうだ、入管ひどいって報じているのに、そのクルド人が大乱闘を起こして逮捕されると、外国人とかトルコ国籍の男とか書いてごまかすメディアの信頼性が失われるのは当然。朝日も毎日も外観誘致組織ですし、関係者全員強制送還してくれないと日本人が危険、危険ってまでいかないかもしれないけど、安心しておちおち暮らせませんよね。見事にテレビでは報道せんのな。川口市には確かヌヌヌさんとネイルさん住んでたな。危険に巻き込まれてないといいけど、殺人未遂で捜査ってありますけれども、外国人が被害者の場合はですね、日本人が被害者の、事件の捜査を優先してくれよ。後回しにしてさ、外国人が被害者の場合は日本に迷惑かけなければ同士討ち大いに結構だと思いますよ。どっかの広場に集合して大乱闘で決着つけたらどうだ。テレビ持ってないで不明なんですけども、やっぱしテレビのニュースにはなってないみたいですね。そしてテレビが報道したとしても、外国人同士ガーとかトルコ国籍ガーってなることは予想がつきますね。クルド人とは一言も言わない。私の持論ですけれども、メディアは自社商品を毀損する唯一の業界と、自らの商品、生み出したもの、売り物を傷つけているってね。パヨコミ以外の業界は少しでも自分の商品を良くするために頑張ってんのにね、自分で自分の商品の価値を貶めてる業界なんかパヨコミしか見当たらないんですけれども、ここもそうですよっていうところあったらコメントで、教えてください。毎日新聞記事、時代遅れの国籍法のせい、なんかカナダ人と結婚してカナダ国籍を取得、つまりカナダ人になったあの50代のおばはんがですね、京都に住んでたら、あなた不法滞在の外国人ですって国から宣告されたなんて、パスポートも取得できない、日本のパスポート、国外に行けない日々が続くなんて記事ありましたけれども、日本は二重国籍認めてないんで、カナダ国籍取得で自動的に、日本国籍は喪失するんですよ。つまり日本人でなくなる。カナダ人に日本のパスポートが出せないのは当然ですけれども、毎日新聞の読者はバカなんで、どうせ自民党が悪いんでしょって思いたい、言いたいだけなんで、そんなことはわからないっていうか、道理を解くと発狂するんで、道理を解けないってね。一般反応、日本人じゃないけん、いや結婚してカナダ国籍取ってたならカナダ人やん、いや日本人じゃねえだろ、カナダ大使館行けよ、カナダ人にはパスポート発行しない、当たり前だろ、明らかにカナダ国籍が原因じゃねえか、カナダ人としての恩恵得てるじゃないか、カナダ人ならカナダに住めば、自分の意思で日本国籍捨てたんだろうが、二重国籍にしたいわけ、わがまますぎるだろ、カナダ人の恩恵も日本人の恩恵も受けたい、パスポートよこせってわがまますぎでは、自分から日本国籍捨てといてね、時代遅れの国籍法があって幼稚すぎない、わがまま幼稚すぎ、カナダ国籍取得でですね、日本国籍の自動喪失を知らなかったのはバカすぎでしょ、調べもしにがったのが、バカで幼稚だとパイルっていうのは、あの持論の実例のようなおばはんですね。それを記事にする毎日新聞もね、朝日毎日 NHK に限らず、不法滞在者は犯罪者でないって前提で教鞭しますからね、パヨコミとパヨ野党とパヨ活動家もそうなんですけれども、パヨ言論人も、いやいやって不法滞在って犯罪だし、9条は平和憲法じゃないし、ソーラーパネルは全然エコじゃないし、LGBT 法は当事者には迷惑だし、まあパヨの言うことは間違ってんですけど、向きになって強弁すっから、うるせえうるせえってなって誰にもね、あの話聞いてもらえなくなるんですよね。船橋市議選に出て落選中の共産党員佐川武という人物がおりまして、46歳、愉快なんですよこの人。マイナカード作らず、マイナンバーも通知を捨てたので知らない。1時間かけて住民票取りに行った。こんな手間が定期的にあるかと思うとゾッとする。自業自得でしょ。やっぱりあのパヨ語は難解だなぁ。一般判ですね。通知捨てたお前が悪いんだよ。
お前は落選中で毎日暇じゃねえか。わざわざ1時間かけてって、おめえ何様なの。マイナカードあればコンビニで即発行できるのに、バカじゃーん。自ら不便にしておいて文句を言うっつう。お前らが大好きな共産主義国はこれの日じゃなく管理されてるぞ。就職したら会社にマイナンバーを提出することを知ってる？社会で働いたことない？そんなに身元知られたくないのか。なんか中国人は信用スコアっていうもんで管理されてるみたいですね。つまり電子マネーとかちゃんと支払っていくかどうか、信用スコアっていうらしいんですけど、娘さんの高校授業料支援申請のため、住民票が必要だったみたいですね。ということは所得をうんと低く申告してんのかな。この人は住民税免除世帯にしてんのかな。国の管理は嫌って言ってカードも作らずナンバーも捨てて、国の支援はずうずうしく申請するっつう、最高に矛盾しててかっこ悪くて無様で、自ら恥かいてて恥ずかしくないんだろうかって思うんですけど、全然恥ずかしくないんですよね、こいつらね。パヨに恥の概念ないからな。話も通じねえし。1時間もかかった。被害者ぶってんのも愉快ですよ。落選中で暇なんだから、5時間かかったって、お前には不都合ねえだろって話。こういう親の娘さんが気の毒ですね。活動家のホラ口とか、菱山みたくならないでほしい。共産党の命は70代っていうことですから、つまり世代の離島、離れ小島と貸してるわけで、つまりはね、こいつらの自分の子供らにも受けなかったんですよ。共産党員の子供が共産党員になったわけではない。で孤立してる。70代ばっかりになる。よってですね、佐川健の娘さんが父親のようなバカパヨ化する確率は低いと思われます。親父自分で捨てたくせに何言ってんの。大いに呆れて親離れしてほしいな、思います。BBC 報道、アメリカの複数の州、カナダ、南アフリカで実施されている分階層、イギリスにも導入、今後ますます広げていく方針だと思います。イギリス政府ね。水酸化カリウム溶液で遺体を溶かす、強アルカリ水ですね、これ。水酸化ナトリウムっていうのは、皆さんよくご存知でしょうけれども、水酸化カリウム、強アルカリで溶かす方式で、環境負荷が少ない。4時間かけて分解し、残った骨を遺族に戻すそうであります。骨も残さず分解も可能。廃液には DNA の痕跡は残っていないということ。イギリスでは順次広めていく方針。環境負荷が少ない。遺族の骨拾いはできそうにないな。完全に分解すれば墓がいらなくなるのでは。二酸化炭素も出ないらしいし、いろいろとエコ。キリスト教徒は火葬を嫌がるから、これ火葬を嫌がって土葬墓地を要求しているイスラム教徒にいいじゃんって思ったんですけれども、火葬が嫌だから土葬って言ってんじゃないかもしれない。そういうのを抜きにしても土葬じゃないとっていうのかもしんないな。誰かこの辺詳しい方いたらコメントで教えてください。確実にですね、コーラン書かれた頃にはなかった遺体処理法です。さあどうなんでしょう。イスラム教徒、キリスト教徒は受け入れてるみたいですけども、同じ一神教のイスラム教徒は受け入れるんでしょうか、分解層。廃液は普通に下水に流すみたいであります。いずれ母なる海にたどり着きますなぁ。で、イスラム教徒さんに、土葬じゃなくちゃ嫌だって暴れてる人らに、じゃあ分解層はどう？燃やさないんだけど。火葬じゃないんだけど。聞いてみてですね、OK となったら、大分県だけ、肘町に土葬墓地できちゃう。なんていう問題も解決しますんで、日本もこれ導入を考えてみたら、いかがでしょうか。火葬されんのも、溶かされんのも、一緒かなって、私的には思っております。というわけで、会合15日と29日それぞれ、新橋と代々木でやります。よかったらいらしてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。